アッタロス一世はアッタロス朝の第二代国王、旧西王と称した。父アッタロスはエウメネス一世のいとこ、母はセレウコス朝の王女。エウメネス一世の後継ぎとして幼少の頃から父に従軍、ガラティア人の攻撃を撃退し王位についた。当時セレウコス朝とは領土問題からたびたび戦争が発生していたが、紀元前226年までに、 アンティオコスヒエラックスを3度破り、アナトリア地方のほぼ全土を手中に収めた。この頃から王国の危機を救ったと自認し、ソテルと称するようになった。しかし征服したアナトリア地方は、紀元前222年までにほとんどすべてがセレウコス朝に再奪還された。西方ではマケドニア王国のピリッポス五世と領土問題で対立した。そのため、 アイトリア人を援助したほか、ローマと同盟を結び、マケドニアの背後を脅かした。ハンニバル率いるカルタゴをマケドニアが援助したことから、第一次マケドニア戦争が始まると、同盟を理由に戦争に参加した。この戦争では大きな戦果を上げることができなかったが、続いて起こった第二次マケドニア戦争にも同様に参戦し、勝利を目前にしたところで病死した。彼は文学、 哲学、芸術などを奨励し、これは、以後のペルガモン文化の礎となった。ありがとうございます。